ヤウズスルタンセリム教は、トルコイスタンブールの北側に位置し、ボスポラス海峡を横断する、鉄道道路併用橋である。当初は、第1ボスポラス橋、第2ボスポラス橋と並んで、第3ボスポラス橋という名前であった。第1ボスポラス橋より、約5キロメートル北方に位置する。ボスポラス海峡の国海への出口近くに位置し、ヨーロッパ側のサルイエルノガリプチェと、 アジア側の米小ズのポイラズコイを結んでいる。組織を置く式典は2013年5月29日に開催された。2016年8月26日に開通した。首都の高さは322メートルあり、2012年現在、フランスのミオ橋に次いで世界で2番目に高い首都である。橋の幅も広く58.4メートルある。この橋は、 イスタンブールの市街地を北側に迂回し、西側のくなる、シリウリと東側のパシャコイ、ヘンデクを結んで計画されている、全長 260km の北、マルマラ高速道路の一部である。橋の幅は 58.4m、全長は 2164m、その内市警官の島上は 1408m ある。計画されていた2010年時点では、 島町が世界で9番目の長さの橋となる見込みであった。橋は鉄道道路併用橋でプロジェクトリーダーでスイスの技術者ジャン・フランス・ワクラインとフランスの構造設計技術者でジュネーブに本社を置く T エンジニアリングのミシェル・ビルロジューが設計した。双方向に道路4車線、線路1本を有する。2012年5月30日に建設契約を得た。 トルコのイチュタシとイタリアのアスタルディのコンソーシアムが建設を行った。橋の建設予算は45億トルコリラで2013年3月現在の約25億米ドルに相当する。当初は後期は36ヶ月で2015年末には開通すると見込まれていた。2013年5月29日に当時の首相であったレジェップ・タイップ・エルドアンは 建設管理チームに建設を24ヶ月以内に完了するように指示し、開通予定日を2015年5月29日とした。橋の通行量は、小田リとパシャコイの間で9.9トルコリラに設定された。1日に片方向きで最低13万5000台が通行すると見込まれた。運輸通信大臣のビナリ・ユルデルムは、この橋のプロジェクトで用いられる土地のうち、 9.57%は元々私有地で75.24%は森林地帯残りの15.19%は当初から国有地であったと述べた2018年トルコ通貨債務危機に際して2018年6月にイタリアのアスタルディが4億6700万ドルで橋のプロジェクトの持ち分を売却することを準備しているとブルームバーグが報じた プロジェクトは当初の予測売り上げに達しておらず、トルコ政府が国庫から事業者の収入を保障する必要があり、2018年初めから共同事業体の構成員員は23億ドルに上る債務の再編を債権者から得ようと求めていた。2018年7月30日に中華人民共和国の中国交渉銀行が端の27億ドルの 有志の仮替えの主任監督者として認可された。ボスポラス海峡3番目の橋の計画は2012年に運輸省によって認可された。建設は2012年5月29日に一橋とアスタルディのコンソーシアムが落札した。橋の建設は2013年5月29日に行われた礎石を設置する機構式によって公式に開始されたが、この日は百五十三年に、 コンスタンティノープルが陥落した日である。当時の大統領アブドラーギュル及び首相のレジップ・タイップ・エルドアンほか多くの公位交換らが非公式に出席した。エルドアンは建設管理チームに24ヶ月以内に建設を完了するように指示し、開業日を2015年5月29日と設定した。数千本の木を切り倒しただけの2013年7月に 建設現場が誤りであったことが明らかになったとして工事が一時中断された。政府の高速道路総局局長のメフメトカヒト,トゥルハンは2013年6月11日に計画変更に向けた書類を発表し、プロジェクトのルート変更に伴って建設計画変更の必要性から現在の建設計画を撤回することが適切であるとした。しかし運輸省も 建設会社も建設現場にいかなる変更も拒否した。2010年のこの地域に関するドキュメンタリー映画エクメノポリスによればボスポラス海峡の北側両岸のあまりとしかされていない地域でも新しい海峡を横断連絡に伴って都市化ブームを期待してすでに地価が上がっているとした。明らかにされている交通渋滞を緩和するという目標の有効性は疑われており プロジェクトは長らく法で保護されてきた土地を開発に向けて規制緩和するための仕掛け以上の何者でもないと主張した。問題になっている緑地帯や湿地帯はイスタンブールの飲料水の多くを供給しており、多くの人がイスタンブールの環境的、経済的持続可能性に必要不可欠であり、地下水の汚染があれば都市の崩壊を招くと考えていた。 1995年に当時、イスタンブール市長であったエルドアンは、3番目の橋は、都市に対する殺人を意味すると宣言していた。2014年4月5日、現地時刻の21時頃、ボスポラス海峡のアジア側、ベーコズのチャウシュ橋近くで橋への連絡道路の工事現場において、死亡事故が発生した。高架橋へコンクリートを注ぎ込む、作業中、 50メートルの高さの足場が崩壊して、労働者が転落し、3人が死亡、もう一人が負傷した。オスマン帝国第9代皇帝、セリム一世橋の名前は、起公式において、大統領のアブドゥラーギュルが、ヤウズスルタンセリム教と発表した。これは、1514年から1517年にかけて、中東と北アフリカにオスマン帝国を拡大し、 1517年にエジプトを征服してカリフの称号をオスマン帝国にもたらした皇帝セリム一世に由来する。彼はヤウズと称されたが、これは霊国者と一般的に訳されている。この命名はトルコに住むアレビー派の人々からの抗議を招いた。霊国者と称されるセリム一世はアレビー派を処刑したことなど厳しい統治を行ったとされているからである。 東アナトリア地方のアレビー派の人々がクズリバシュの兵士としてサファビー町のイスマー・イール一世の川に着いたアナトリア半島におけるシャークルの反乱イラン北西部におけるチャルディラーンの戦いの後勝利したセリム一世は裏切り者であり異端者であるとしてクズリバシュたちの虐殺を命じた2016年8月26日の開業式には ブルガリアの首相ボイコ・ボリソフ、ボスニア・ヘルツェゴビナのボシュニャク人代表バキル、イゼトベゴビッチ、マケドニアの大統領ジョルゲ、イバノフ、バーレーン国王のハマドビニーサ・アール・ハリーファ、北、キプロストルコ共和国大統領のムスタファー・クンジュラが出席した。また、パキスタンのパンジャーブ州首相のシャバズ、シャリフ、セルビアの副首相で、三弱ボシュニャク人のラシムリアイチ、 ジョージアの第一副首相、ディミトリクムシシビリ、アゼルバイジャンの高官らも出席した。トルコの大統領レジップ・タイップ・エルドアント首相のビナリ・ユルデルムが演説を行った。ありがとうございます。